どうもおはらチャンネルでーす。ということで8月にお引越しをしまして、新居から初めてお届けしております。拍手。寝てます。皆さん、新しいお家はどうですか？静かに君が寝とうから。はい、清吉君、新しいお家はどうですか？でも汚したらお母さんがめっちゃ前の家より怒ると思わない？とにもかくにもですね、楽しく新居で楽しく過ごせております。楽しいですね。まあ、楽しい、ね、マンションから一軒家に引っ越されて、環境の変化とか。なんじゃ、やっぱり何が一番？でもやっぱ庭がちょっとあるから。でもシンプルに見てたら料理しやすそうやし、料理しながらも子供の動きが見えて楽しそう、うん、すごい楽しそう。私がね、うん、私が一番ね、良くなったことが多い、うん、まあでもだからそうそう、私もすっごいもう家事とかもものすごくしやすくなった。なんかお庭ですごくバーベキューとかされてる様子がブログでも上がってました、うん、あ、そうバーベキューはすごい頻度でやってくれてる。ついに昨日もバーベキューしようかな。たばいた、バーベキューって言うからバーベキューやめた。たばいた。すいません、お祝い、おめでとうございます。何それ？そうそう、チラチラ見えてたな。何か何やるか、ゲームかいって。ステージ準備。いやいや、お引っ越しのお祝いだからさ、あなたたちがゲームじゃないと思う。チャラララッチャラなんでしょうか。バルミューダのランタンやん。やっぱり買おうか思っとって、この間まさに買おうかな思ってクリックすんのをちょっとやめたんよ。もう開ける前にどんなのかお母さん調べ尽くしてるから知ってるけど、あの充電式でね。あ、先生めっちゃラッキーです。あ、よかった、ラッキー。こういうの子供好きな。何それ？これね、ランタンよ、あの外で使えるねんよ。あ、わ、知ってる、あのこういうやつ。そうちゃんちゃん、ああすごい、ありがとうございます。なんかここにこれベッドルーム、おお、もう充電してあるわ。めっちゃいいやん。あ、色が、あ、わ、あ、クラスティなんかファイヤーみたい。オレンジ、この色好き。うん、買おうと思ってた。買おうと思ってた。何用途で？あの外でちょっと火暗いの早くなってきたから、ちょっと暗くなった時にご飯のところとか手元とかライトがいるなと思って、で電源をこうやってするのもなんだから、充電式で ある程度雨にちょっと濡れても大丈夫なやつでって言ったら、で見た目おしゃれなやつでと思ってバルミューダやなと思ってたのよ。これでぜひバーベキュー、うわ、バーベキュー、これほらさ、ちょっと置いとって、あ、楽しんでる楽しんでる、おもちゃじゃないけど、ありがとうございます。ということで今後ですね、まあ、せっかくですので、まあ、新居のルームツアーというんですか、お部屋をちょっとご紹介できたらなと思ってますので、皆さんお楽しみにということです。チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。見てねー。グッドボタン押してねー。なんでグッドボタン、グッドボタン押してね。よう知ってるな、さすが YouTube よう見てるな、みんな言うてるもんな。グッドボタン押してねーやね。8月にお引越しをしまして、新居から初めてお届けしております。ラベリングを初めてしたわ。そんなこと言いながら今まで、どうぞお入りください。はい、すっきり。今わかった、これ今水の洗剤が出てんねんけど。ということで新居のルームツアーというんですか、お部屋をちょっとご紹介できたらなと思ってますので、皆さんお楽しみにということです。